こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうさ、メール届いたかな？届いとらんかな？あ、届いとる。8分。配信始まる。超ギリギリに届いてるんですけど、10時10分からショールームで、広島のリアルでやる、何回ね、スペシャルレーンみたいな、スペシャル縁日レーンみたいなやつをやるんですけど、それを考えますみたいなやつを送りました。そう、それを考えよったんよ、配信前に。考えやって、ほぼほぼ考えたんじゃけど、ちょっとみんなにもう意見聞いてみようと思って。なんかさ、みんなさ、欲しいものある？なんか欲しいものありますか？まだ買えるよ、まだ買える。なんか前情報なさすぎたね。何かと PS5 それはみんな自分で買ってねって感じなんですけど、なんかそのサプライズレーンみたいなのが、私とゲームみたいなのをして、勝った人がこれできますみたいな、勝ったらこれできますじゃない、もらえますみたいなやつなんですよ。で、大体もらえるものは紙類、なんか何、名刺とか紙類でお願いしますみたいな感じなんやけど、一旦まあ考えて提出してみてみたいなノリなんですよ。で、私が考えてるのが、なんか例えばじゃんけんとかして勝ったらうちはもらえるみたいな、で負けたら名刺もらえるみたいなのを今いろいろ考えてるんですよ。で、他にも考えてるのは、勝ったらサイン入りポスターがもらえて、負けたらそのポスターのちっちゃいシール、わーわー壮大に落ちた、あのサイン入りポスターがもらえて、負けたらちっちゃいミニポスターみたいな、そう、負けてもなんかもらえる感じがいいなと思って。でも分からん、これは私結構豪華な景品を考えとって、全部じゃけん予算がダメ、うん、ダメみたいななったら無理かもしれんけど。で、全部の時間違うのを考えとんよ。で、他の部は勝ったらソロコンの時みたいな感じのお面みたいな、で負けたらそのお面のちっちゃいシールとかで、また別の日は布のキーホルダーで、負けたら布のシールか。で、これはできる、多分できんかもしれんけど、あのくじ引きで決めるにして、で結構当たる確率を低くして、当たった人が T シャツ負けた人は私の免許証っぽいカードを、紙のカードを作ってそれをもらえるみたいな
か考えたんですよ。そう、このなんかこの配信はみんなと考えつつ、みんなの意見をもらいつつ、まあ、正直もうほとんど考えてるんですよまあちょっと試行錯誤しつつ、みんなが来たくなるようなみんなが、あ、行こっかなって思うように配信してみましたなので皆さん、悩んでる人とかは来た方がいいですし、1日目も2日目も、まあ、できんかったら申し訳ないんですけど、できたら全部景品を変えようと思っとって、まあ、1日目と2日目は若干違うみたいな、内場は内場やけどデザインが違うとか、全部デザイン違いにしようかなと思っとるけ、全部の部で全部違うものを外れ、当たっても負けてももらえるようにしようと思ってるけん来てくださいでもこれまだね提出してないんで、盛大に赤ペンをもらって全然実現できんかったら申し訳ないんですけど、そう、でも何かしら全部の部を変えれたらいいなって思ってるけん、そう、なんかさ、めっちゃ大まかだったじゃん、広島のリアルだけ。広島行く予定ないんですよね。もったいない盛大に煽っていくスタイルなので、あ、ちょっとあれしよう、テロップしよう。8月11、12日、広島リアル来ないと後悔するよ、わら カラオケだけ見に行こうかとそんなマニアックな人おるんや、うん、あ、そう、この日は終わってからカラオケ大会みたいなのもあるんでしょ。やる、まだ帰るのね。え、帰んかったっけ。にゃん、ねは12だけ。あ、じゃあ広島にしよう。まあいっか、これで。とにかくおすすめということを伝えたいと思います。楽しみ。でもなんかゲームで勝ち負けで決めるんやけど、ゲームを何にしようかなと思ってて、なんかさ、今のとこじゃんけんとくじ引きしかないんですよ完全なる運ゲーがいいなと思って、忖度できんような。スマブラ全員勝つ、私に。うん、ありがとうございます。8月11の1時間目まだある。皆さんどの部もね全部変えようと思ってるけ、全部の部おすすめです。これは正真正銘全部の部おすすめ。
え、あとなんか縁日で何がやりたいですかみたいなアンケートもあって、で私はあの縁日でいちご飴が食べたいですって書いてるんですけど、なんかありますか皆さん。多分あれ、毎回福ちゃんがあのボール、何回ね、スーパーボールか、スーパーボールをバーってやっとるやつあるじゃないですか。ああいうのを多分縁日でしとるんだと思うんですけど、そう、そう、私いちご飴大好き。そう、あ、確かにかき氷ちょーちゃんが売ってくれるの。いや、これは多分メンバー、多分ファンの方は、え、飲食のものは多分ファンのこと食べれん気がするけん、あのメンバーが食べれるものじゃけん、これは分からん、全然分からんけど、多分飲食は無理なんじゃないかな。私たちが食べてるのを見るみたいな。かき氷も書こう。かき氷も食べたいです。そう、てな感じで盛りだくさんにしようと思っております。似顔絵描くとか、え、確かに似顔絵当たったら似顔絵描く部どっかで作ろっかな。うん、あ、じゃあもし T シャツがダメだったら似顔絵にしようかな、うん、多分 T シャツダメになる気がするんで、あ、やっぱ、あ、キーホルダーもできん気がするけん、キーホルダーのとこ似顔絵にしよっかな。キーホルダーやめて。そうしよう。確かにね、時間かかりそう。でも私は、あ、10秒似顔絵。確かに。じゃあやっぱり、まあ、一回これで出そう。そんな感じで楽しい感じにしようと思っているので、お楽しみに。てな感じで、告知？先
でんでした。もし T シャツプレゼン、あの勝ちの人が T シャツ OK ってなったら、すんごいド派手なデザインのT シャツを作ろうと思ってます。なんかさ、生誕 T とかだったらみんながこの T シャツを買おうと思って、あのお金を払って買ってくれるものじゃないですか。だからまあ変なのにすることが多いですけどなんかね、着れる感じだったらいいなと思うんですけど、この当たったらもらえるみたいなやつはそもそもお話っていうのを皆さんは何購入してくださってるから付属品じゃないですか。 T シャツとかはもともとつく予定じゃなかったものだから、だからもう盛大にそう、普段の生誕ティーとかではデザインでやったらみんなが買ってくれないようなデザインだったとしても、これならいいのではということで、そう、ド派手にしようかなと。楽しみ。てな感じなので皆さんお願いします。ちなみに今日の私の T シャツは、やぶした T シャツ私はやぶした T シャツを着てます。今お家で愛用しております。なんかさ、ありがたいことにこういう T シャツメンバーのいただくんですよ。あのメンバー全員にみたいな感じでいただくけ、 T シャツがめっちゃ増えるんよね、ありがたいことに。じゃけお母さんとかおばあちゃんとかもメンバーの T シャツをいっぱい着てるお家で。しかもこのね、やぶした T シャツいいんですよ。なんか生地が運動する時の生地みたいな涼しい生地で良い。これあるあるですよね。生誕委員さんの T シャツ、あ、そうです、そうです。メンバーが作ったやつとかはそんなメンバーに配布とかはないんやけど、生誕委員さんがなんか用意してくださったやつ、メンバー全員にどうぞみたいなやつですね。うん、皆さん今日の TikTok ついにサスティナブルを載せました。
サステナボー。なんかさ、こんだけさ、いろいろのしとったのにさ、サステナブル取ってないやんと思って取りました。サステナブル、これからもずっと。なかった。あんたとしても僕は変わらない。載せておりますのでぜひご覧ください。行きたい。北海道で撮影したんですよ、ミュージックビデオ。でも日帰りだったんですよ、北海道日帰り。北海道日帰り、なんか STU だけ、私とユミリンだけ、あの広島で命の歌の収録があったけ、もう北海道その日に行って、でその日に東京に帰るみたいなスケジュールだったけ、すごいバタバタで北海道っぽいものをね全然食べれてないんですよね。あのマジで食べてないかも。メイクをするホテルでなんかちょっとした海鮮を食べたのと、あと空港でアイス食べたかな。ナナさんとユミリンとアイス食べた気がする。そのぐらいしか確かできてなくって、そう。でもね、そういうな暑い時期の北海道にほとんど行ったことない、多分その時が初めてかな、だったっけ、おーってなりました。なんか STU でツアーで行くってなっても寒い時期が大体じゃけ、懐かしい。え、北海道行きたいの。千穂ちゃんに夢中だったな。過去形やめて過去形やめて、過去形あん威嚇するタイプこれからも夢中でいてねとかじゃなくて威嚇するタイプのアイドルでした。最後の北海道は桃鉄ツアー。うん、桃鉄ツアーだと思う、最後の北海道。うん、早く行きたい。うるおい。
え、メロン食べたい。私、メロン好きになったんですよ、ここ最近。さっき北海道の美味しいメロン食べたいな。メロン食べたいな。誰のモノマネだと思います、これ？メロン食べたいな。マイメロ、あ、マイメロっぽい。でも違います。メロン、メロン食べたいな。あ、正解、プーさんでした。はちみつ食べたいな。メロン食べたいな。こんなに似てないクイズをしてすいませんでした。本当にもうな、すいませんね。ずっと TikTok TikTok。 TikTok 見てねにしました。ちょっと、ステナブルの裏話ありますか？もう昔すぎて昔すぎて、なんか全然サステナブルじゃないんですけどすぐ脱線あの最近さ、アルバム発売するけ、そのアルバムの収録曲とかの思い出とか取材が多いんですね。でいろいろ考えよって、もう暗闇とかさ7年とか前なわけじゃないですか。6年、6年半ぐらい、もう覚えてないんですよ、あんまり。なんか断片的には覚えてるけど、ホテルがどこだったなとか、どうやって移動したかとか、なんか全然覚えてらんくて、なんか時が経ったんだなって感じ。でも私が絶対やりたいって思うのがあって、それは暗闇のミュージックビデオの衣装を着て、ミュージックビデオの振り付けで暗闇を披露したいんです。幻の、それを実現したいですね。そう、ダンスも衣装もマジで全然違う。大人の事情でですかね。そう。幻のカキ衣装、そう、ラグーナで来た。よく覚えてるね。そう、ラグーナ。
で来ましたね、そのカキ衣装着てフェス、冬のフェスだった。懐かしい。あのさ、もう一個懐かしい思い出思い出したなんか風を待つのミュージックビデオってなんかそのミュージックビデオの前か後か忘れたけどメイキングがついてるじゃないですか確か。え、ちょっとメイキング見よう。それになんか全員が集合しとってなんか集まって会議みたいなしとるのがついてる気がするんよ。で私それに多分今着とるあのパジャマを履いとる気がするんよね。確かなんかさ、その時もう移動とかうわー、ある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 、メイキング今じゃ考えられんのんじゃけど、なんかそういう人がいっぱい集まる場所にもう結構パジャマでおった気がするよね。ラフな、ラフに。あれ、なんかちょっと見つけるのがむずいな。ズボンじゃないわ、上のパジャマのカーディガンを羽織ったんかな。すごい。懐かしい。みんなで確認してるやつ。そうそうそう、その映像が見たいのにない。あ、あったかも。あ、これや、これパジャマ着とる。え、すごい。え、なんかこの映像、なんかさ、こんな MV 新しいですよね。だってなんか普通に大人の顔とかもいっぱい写ってる。懐かしい。やばい。これさ、まさか普通にメイキングだと思っとったけんさ、ミュージックビデオにこんなドーンってつくと思っとらんかったんよ。じゃけんみんなすごいラフな感じ。うわっすんごい気抜いた顔してる。ちょっとこれみんなに見せたい。あ、ま、見えへんしょ。めっちゃ気抜いた顔してます。あらあらしかもダブル石田で、あ、見、受ける。私この時スヌーピーのパジャマのカーディガンを着とったんですよ。でこのカーディガン、スヌーピーがいっぱい写っとって、でいっぱい写ってる中の一番わかりやすいスヌーピーだけ
モザイクで隠されてる。スヌーピーモザイクかかってるけど、全然モザイクなんか通り抜けてるよ。スヌーピーがわかるよ、スヌーピーって。え、懐かしい。懐かしい、待って、懐かしい。普通になんか涙出そう懐かしすぎて。懐かしいです。懐かしすぎる。エモエモエモ。なんか福ちゃんが私の生誕の時に MC で話しとったんやけど、福ちゃんと私がいろんなものの生き残りみたいな言っとっていや、ほんまにそうだなと思って。なんか PR 舞台とか、その暗闇とか風を待つとかの選抜とか、いろんなものの生き残りなんですよ私と福ちゃん。そう、じゃあ今日私は福ちゃんに、あの卒業発表するときは事前に教え合おうねってマジで言ってます福ちゃん、そう、どっちがそう、絶対に言い合おうなって言ってるそう、まあ二人とも当分やめなさそうなスピーチしてたんでほんまに二人とも当分やめなさそうだなって思いました。生誕がさ、昼私で夜福ちゃんだったんですけどひとまず安心できるようなそう感じでしたね。皆さん今後ともお願いします。私結構まだやりたいこといっぱいあります。なんか大きなやりたいこともいっぱいあるし、それ事細かいやりたいこともいっぱいある。え、なんかそれを今日、その広島のさ、勝ったら何がもらえるみたいなグッズみたいなの考えた時に、あ、これこんな、なんかグッズ、グッズというかなんか物作りたいみたいなのがいっぱい思い浮かんで、そう、あ、こういうデザインにしたいとかいっぱい思い浮かんだけ、いろいろねしたいなと思いました。ウケる。チョウちゃんの卒業より広島駅が完成する方が早そうでよかった確かにみんなね、結構さ、広島に今までゆかりがあんまりなかった人も、私を推し始めて広島によく来るようになったって人もたくさんいると思うんですよ。じゃけん広島駅がすごい
めっちゃ便利になりそうなんよね、何年か後に。じゃけんそのね、めっちゃ便利になった広島駅を皆さんに活用してもらいたいですね。そう、え、マジでさ、私を好きになって広島にいっぱい来るようになりましたって人いっぱいあると思うよね。本当にありがとうございます。広島を第二の故郷にしてくださって。そう、え、広島駅の進化マジでちょっと調べよう。結構すごいっぽいんですよ、広島駅どうなる。進化、なんか私のさ、ヤフーの検索履歴さ、多分すごいこの子アホなんだろうなというような検索履歴になってると思う。なんかポンポンポンみたいなワードを3個ぐらい置いて調べるんですよ、いつも。そう、広島駅は2025年の春に開業。あ、南口広場が2027年3月頃、駅ビルの建て替えと路面電車の整備が2025年の春やけん、ほんまじゃね、あと1年じゃ。え、そっか、2025年って1年後か。え、路面電車の整備が来年の春ってことは、え、知ってます？広島駅の路面電車が、そう、上に来るんですよ。2階、広島駅は2階の部分にこう上がってくるの、意味わかんないじゃん。意味わかんないんだけど、そうなるらしくて。え、マジで？なんかその1年後にできるみたいな予兆はないですけどね。ほんまかいな。でもめっちゃすごい。え、すごいよ、広島。なんかさ、超都市化。都市。都市ですよ。え、これこれ、こんな感じ。伝わりにくい？わかりにくいですけど。へぇー。あ、広島駅新駅ビルテナント。何が入るんやろう。でも映画館が入るっていうのは聞いたことある。新駅ビル商業施設の名称はミナモア。ミナモアだって。今はさ、全く言い馴染みないけどさ、これからいっぱい言うようになるんやろうね。え、すごい、成城石井とか来るんやって。めっちゃ大きい声出た。え、成城石井とか広島にできるんや。だって成城石井など7店舗オープンへって、他に何が来るんか分からんけど、とりあえず成城石井がすごいドドーンって出とる。すごい、こんなに待ちわびとったんや、みんな。大々的に。へー、うーん、え、他に何の店舗が入るんか見たいけどよく分からん。え、ショッピングセンターもできるし、あ、ほら、シネマコンプレックスって書いてある。これ多分あれですね、映画館が7階にできるし、屋上広場とかもできて、まあ、2階にその路面電車が入る広場とかもできて、うん、へえ、みなもあっていう名前は水の都広島を象徴するみなもと、あのみんなを英語にしたモア
を掛け合わせたネーミング、ミナモア。へえ、粋な名前ですね。急に全く話変わるんですけどめっちゃ急に話変わるんですけど、最近 MBTI 診断、私ちょこちょこ配信で話してるんですけど、がめっちゃもうずっと話題じゃないですか、話題沸騰なんですよ。で今日みんなのストーリー見よったら、めっちゃね、いろんなアイドルさんがなんかココアとかもやっとった。なんか自分の MBTI にピッてやってストーリーに載せてるやつをめっちゃ見て、あ、今誰かやってるかなって見たらアリちゃんもやっとった。見て、一番目の人が。で今日もう一回改めて、あ、みんなやっとんやけどリコチもやっとる。アリちゃんは ENTJ、 リコチは ENFP。 わ、めっちゃぽい。え、ねえ、すごいすごいすごいその次の人もやっとった。ソラハもやっとる。ソラハは ESTJ。 ねえ、また次の人もやっとる怖いぐらいみんなやっとる。オキちゃんは ENTP。 あ、ほら、また次の人もやっとんじゃけど。ナナさん、ナナさんは ESFJ。 あ、ほら、また次の人もやっとる次はココナさん、ココナさんは ENTP。 あ、ほら、また次の人もやっとる次はあ、葵さん、あ、葵さん一緒だ、 ESTP。 次はやっとるか、ほら、また次もやってますよなっちゃん、次はあの ENFP ですね。あ、ほら、また次もやってます次はカホタル ESTP。 あ、やっとる次武藤トムさんもやってます。トムさんは2個やっとる。 ESTP か ESTJ 一緒じゃん。お、やってなかったと思ったらやっとる。次は水野真奈さん ESFJ。うわ、嬉しい。次の人はやってなかった。福ちゃん。福ちゃんは、安心しました、福ちゃんで。え、聞いてほしい。福ちゃん、この前タクシーが隣に乗って、で、福ちゃんに、あの、MBTI なんなんって聞いたんですよ。そしたら、福ちゃんは、あの、わからんのよねって言われて、で、私、このご時世に、同年代ぐらいの女の子で分からん人に出会ったことないんですよ。で、えっと思って、えー、じゃあもしいつか時間があるときやったら教えてって言ったんですよ。そしたらタクシーの中でやってくれて、え、しかも福ちゃんの意味分からんところがみんなに、いろんな人に聞かれるけんやるんじゃけど、質問が長すぎて90何問ぐらいあるんですよ。で、毎回途中でやめてしまうって言っとったんよ。で、途中でやめる人なんかおらんのよ。じゃけ、福ちゃん意味わからんと思ってそう、やっぱ福ちゃんおもろいと思って、でもやってくれたんです、タクシーの中で。で、あ、結果出たって言って、意味わからんぐらい早いんですよ。90何問あって、めっちゃ早いんですよ。もう福ちゃん最高と思って。で、そしたら福ちゃん、なんだったっけ、なんかわからんけど、めっちゃ福ちゃんっぽいやつだったんですよ。そう。で、福ちゃん最高って思った。そう。だし、ストーリーにも載せてない。福ちゃんは自分を貫いてる。最高。
って思いました。で、そう、みんながこのストーリーを載しとるけん、ちょっともう一回気になってやってみたんですよ、今日また。私めっちゃやってるんですけど、そしたらやっぱり ISTP だったんですよ。私最近いつやっても ISTP なんですね。じゃあちょっと ISTP の特徴を言うけん、皆さんに合ってるかどうかちょっとみんなと話していきたい。特徴、ISTP は、冷たい人と思われがち。ISTP って日本語でなんだっけ？は巨匠です。冷たい人と思われがち。一人の時間は超大事。独立心が強い。周りをよく見て冷静に判断する。現実思考。相手の感情や気持ちがよくわかる。好奇心旺盛。束縛はめっちゃ嫌い。争い事はできるだけ避けたい。どんなことが起きても動じない。今読んだのこれ、なんかそう、当たってないって感じるんですよ、あんまり。ちょっと別のやつも読んでみます。ザ一匹狼タイプの個人主義者。人と群れることは大嫌い。喜怒哀楽が表情に出にくい。他人の感情を読むのが苦手。自分軸をしっかり持っている。なんかあんまり当たってないって思うことが多くて、そう、他のも読んでみます。内気でコミュニケーションが苦手。孤立しやすい。ストレスを受けやすい。飽きっぽい。空気を読まないところがある。なんかそう、当たっとると思うのもあるけど、これは当たってないなと思うのもあって、でも何回やっても ISTP か ISFP、 IFTP なんだっけ、なんですよ。だけあ、でもこのいっぱいずらーって書いてあるやつの大きい文字で出とるやつは結構当たっとるかも。さっき物によってこれ当たっとるなと当たってないながあるんですけど、これめっちゃ当たっとると思う。ちょっと読みます。ふーちゃんも ISTP らしい。ふーちゃんやっぱ私たちは似てるんだよ。好き嫌いはっきりしてる。私めっちゃはっきりしてると思うんですよ。で、他人に興味がない。いや、本当に興味がないんですよ。で、マイペース。本当にマイペース。私、基本怒らない。基本怒らないです。私、束縛、ルール大嫌い。そうですね。束縛もルールも嫌いです。で、負けず嫌い。負けず嫌いです。決断力ある。あると思います。一匹狼、結構一匹狼です。口固いです。超口固いです。言葉よりも行動派。それはそう。自立心が強い。確かに自立したいです。電話嫌いです。めちゃくちゃ単純です。じゃけんやっぱ ISTP なんだ。これだけ見るとめっちゃグループ行動に向いてなさすぎて、そう、大丈夫かいなって感じなんですけど、まあ7年間ねやってこれてるので、まあ大丈夫なんですかね。ふーちゃんが ISTP なのめっちゃ
納得なんだけど。嬉しい、なんか。でも ISTP 同士って相性あんま良くなさそうやけど、どうなんやろ。ISTP 同士の相性は非常にいいだって。嬉しい嬉しい。そう、これで生誕の時に舞ちゃんが言っとったんやけど、私舞ちゃんにも MBTI 聞いて相性調べたんですよ。そしたら普通だったんですよ。そう、あ、普通やーってなりました。ISTP 同士って相性いいんや。え、そう、も、さっきさ、ストーリーでさ、見よったらさ、本村葵さんもさ、ISTP だったやん。でさ、本村葵さんと、一日ぐらいしか、ちゃんとお仕事したことないんですよ。アイドルズの時に、一日ずっと一緒で。一日、あ、二日か。二日連続の日だったっけ？二日間、一緒だったんですけど、その1日目にめっちゃ先輩じゃないですか、本村葵さんって。48のでもすごい話しやすくて、いっぱいお話ししたんですよ。なんかグループについてとか、じゃけ ISTP じゃけ話しやすかったのかもしれない。めっちゃ女子トークって感じ、 MBTI のお話をするなんて。うん、私もあれ載せよっかな、みんなが載せとるやつ。どうやって載せるんやろ、このすごい、これさ、ほとんどの人類がこれやっとんやないってぐらいみんな載せとるね。え、確かに。あんな言い方でまた載せとるみたいな言いよったのに、結局載せたいんかい。載せたいんかいって感じなんですけど、乗せようかな。間違いない。乗せよう。今から乗せます。写真選ぼう。写真、写真。
これどうやって印つけるんやろ。これか、これで普通につける。なんてコメント書こっかな。書かんでいいか。載せよう。載せました。皆さん見てください。さっき話してた時 61.7 万だったのにめっちゃ増えとる。うん、私のとこは 61.1 万って出る。でもいつから流行ったんやろこのストーリー。今日初めて見た気がする。私誰かが載しとるの。はい、こっちはちょうちゃんの 67.5 万で出てる。じゃあちょっとの間でめっちゃ増えてるね。今日から流行ったんこれ。分からんけど、私多分ココアので初めて見たかも。そんな感じ。流行りに乗りました。普通に息を吸って、普通に吐いている。君と巡り合って、肩の力が抜けた。僕は僕のままで。めっちゃさ、歌唱力出たかったなってめっちゃ思いました。改めて昨日あったじゃないですか、予選の動画どうぞみたいな、見てください予選ですみたいな放送が昨日あったじゃないですか。1日目、わからん、 STU の。私2日、あ、今日もあるんか。2回連続本番のあのコンサートみたいなのあるじゃないですか、決勝戦みたいな。決勝戦が舞台のかぶっとって、期間と決勝戦の日に出れんけん予選も出ちゃダメみたいな感じで、出れなかったんですよ。今回は結構そう本番に近い稽古の日に
近いけん NG ってなっちゃってわーって感じ。でも正直ね、決勝に絶対に出るぞって気持ちで予選受けなきゃだと思うんですけど、個人的にはなんかみんなに発表会みたいな、もうさ48の人さ上手い人がめっちゃおるけんさ、もう決勝を目指すって感じよりはみんなに歌の何私はこんぐらい成長しましたっていう発表会っていう気持ちで毎回受けてたんですね。2個前までじゃけん、そう予選だけでも受けたかった予選だけでも出たかったんですけどダメだった。また次やったら出たいです。STU すごかったね、何人かの見たよ。 STU 本当に歌うまい子いっぱいで、すごい。ねえ、サッチーすごいよね。すごーってなった。みんなすごい。ちょっと全員分見れてないけんあれなんですけど。清水とりおつんがすごかったで、あ、見た二人の、え、なんかさ、なんか、え、なんか本当にすごいものを見たときに語源化できない人になってた今なんかすごいすぎましたよね伝われなんかさ、普段の声と歌声がさ、なんか違うよね。すごかったよね。深い歌声でしたよね。語彙なさすぎ。ほんまに。ね。バーカって感じですね。もうこんな語彙力なくて。でもめっちゃすごいね。深いって感じだった。めっちゃ深いって感じでした。マジで感動した。鳥肌もの。STU からいっぱい決勝に出たらいいですね。え、で、私、いつの2個前か1個前か3個前かわからんけど、決勝戦をね、見に行かせてもらったんですよ。メンバー、各グループから一人、見に行きます、みたいな、やつで、見に行かせてもらった時があって、めっちゃ感動したよ。何これ最高の大会じゃんと思って。じゃけん、今回も見に行きたいです。あ、行けれんか。決勝戦の日程がダメじゃけん。出れんかったんじゃ、そういえば無理じゃん、くさ、絶対無理やん、忘れとった、え、悲しい、
希望も持てん。見に行けるかも、ワクワクみたいな希望もない。絶対行けれんわ。行きたかった。舞台頑張るので皆さん舞台を見に来てください。見に来てください。そう、ワクワク。シミサラが歌っとったよね、結構。これ意外と私カラオケで昔よく歌ってました。お箱ではないけど、お箱はキスハグですね。そんな感じです。明日で5月終わる。マジ早い。だってもう 1,2,3,4,5 半年経ったってこと？半年経ってないか。あ、6月が終わる頃に半年経つんか。でも早い。5ヶ月経ちました。半年経ちそう。半年経ちそうってことですね。どうしよう。6月が来たら、悲しい。梅雨だ。雨は苦手なので、イエーンって感じ。梅雨明け早くしてほしいな。梅雨入りする前から言ってる。じゃね、アルバムもリリースされますな。まだされてないんか。そうか、なんかそうか、まだアルバムリリースされとらんのか。なんかさ、アルバム
の期間やけんさ、今なんかもう気持ち的にもうリリースされとる気分まだか。あ、そう、ミュージックビデオのさティザー映像出たよね。ちょっと長いやつね、私も映っとった。そう、走っとる舞ちゃんに手を引っ張れながら、引っ張られながら走ってます。そう、あれの裏話、え、 MV のさ裏話さ、まだ全然話せんじゃないですか、あんまりなんか公開されたらんけ。でもあのティザー映像の裏話はもう話していいよね。話そう。あれはですね、あの舞ちゃんに引っ張られとる走っとるところと、あと舞ちゃんのだけの走っとる顔のアップと、その後に私だけの走っとる顔のアップがあったと思うんじゃけど、あのアップの撮影の時は本当に引っ張ったんやなくって一人だけで走っとんよ。アップの時だけは舞ちゃんは舞ちゃんだけ走っとって、私は私だけ話しとるけ、でも引っ張っとる感じを出さんといけんけ、舞ちゃんは一人で走っとるのに私を引っ張っとる風に走らんといけんくて、で私も一人で走っとるけど舞ちゃんに引っ張られとる風に走らんといけんくて、そう、アップの時だけ別々にだったんですよ。じゃけ難しかった。そう、あれは廊下を50メートルぐらいの廊下かなを何回もダッシュしました。そう、疲れました私は走るのがね苦手なのでね、頑張りました。あと私が下駄箱で折るところを舞ちゃんが手引っ張ってダッシュしとったと思うんじゃけど、下駄箱がその撮影の時間がちょうどあの下校時間とちょっとかぶっとったんよ。なんかめっちゃかぶってるわけじゃないけど、ちょっとまだ何人か下校しますみたいな時間で、じゃけそう合間を縫ってそう撮影しましたね。そう、そんぐらいかな、話せる、今話せる裏話は。ティザー映像の、保険買った。そう、現役の学校でやったんやね。そうなんですよ、本物の高校生見ましたそう、野生の本物の高校生見ました。現役の、あとメイクめっちゃナチュラルですし、あのカラコンしてないです。マジでめっちゃナチュラルなカラコンしよっかなーってちょっと思ったんですけど、ちゃんとルール守りましたちゃんと守って透明な普通のコンタクトをつけました。
久々にさ、もうずっとカラコンつけとるけさ、久々にあの透明なコンタクトつけて物足りなかった、めっちゃ。今はそうコンタクトしてない、裸眼。校則守ったんだね守りました。髪色茶色い時だけどさ、あんまり普通に茶色い時だったんですよ。あ、でも今よりは茶色いけど、そう、でもまあ茶色い時だった。見てみよう、愛の重さ。髪にみずみずしい潤いタイプCM が。間違えた、君は何を後悔するのかの見よったわ。え、そう、今さ、もう一回茶色かどうか確認しようって思ったんよ。茶色じゃけどさ、結構あの黒に見えるぐらいの感じになってる、なってるというか、多分なんかフィルターかなんかで、映像のフィルターかなんかで、そう、暗めに映ってますね。これツイートしよう、見てねって。愛の重さ3ティザー、え、これティザーよね、ティザー MV、 ティザー映像、ティザーミュージックビデオって書いてあるか、ティザー MVV 出とるよ出とるよ。いっぱい走ったふふ走っとる絵文字付け。これちゃんと URL つけれとる、あ、つけれてますね。皆さんリツイートといいねとコメントと、あ、よし、こんな感じで投稿してるんだ。そう、いつもこんな感じで投稿しております。へえ、ティザーってじらすっていう意味なの？初めて知った。確かに過去一走ったのは笑顔のチャンスかも。笑顔のチャンスはもはや走ってしかないぐらい走ってた。そう。てかミュージックビデオは基本的に走ってますね。走ってないやつないんじゃないかってぐらい走っとるけど、走っとる量が今回の MV は多いと思います。
そう、6月に2日に公開です。お楽しみに。私は一足お先に見ましたよ、 MV。 どうだった？え、なんか想像しとったよりも何倍も走っとる想像より何倍も走っとる。いや、マジでもう疾走感いっぱいって感じ。私めっちゃいい感じ、すごいってなりました。けん早く見てほしいですね。愛した頃は軽々と持ち上げてた。チュンチュチュンチュン。早くこれ TikTok の音源に出てほしい。そしたら踊れるのに。自分自身何グラムかを。いるんだろうか。ちゃ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 。なんかリーフ、葉っぱって意味じゃないですか。で、曲の中に葉っぱを表しとるやつがあるんよ。で、私いつもこういう時すごい手をなんか美しくしちゃうんですよ無意識に美しくしちゃうんですよ。なんかこんな感じで。でもこれはリーフだから、こうこう手を合わせて葉っぱ、葉っぱにしてます。そうなんです、美しくしちゃうんですよでも今回のその振りのところは美しさ封印して、もう葉っぱなりきる、葉っぱに。そう、ご注目ください。なんかこの曲は結構しゃがんだり立ったりが多いんですよ。そう、じゃけ結構足が筋肉痛になります。いっぱい踊ったら振り入れの時とか結構筋肉痛になった。そう、スクワット効果。今までのST の曲で、思い出せる恋をしようもめっちゃ立ち座りが多いんですよ、サビとか。その時もめちゃくちゃ筋肉痛になって、私フリーレ史上一番踊ったのが多分おもこいなんですよ。じゃけん足がもう震えるぐらいヒーってなったんですけど、終わった後は。でも今回の愛の重さも結構足腰鍛えられる系の
振り付けですね。メガネかけるみたいな振りって何か意味込められてますか？え？どこじゃろ？どこ？振り入れの時にここはメガネをかけますって言われたことはない。どこ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 じゃろ？メガネをかけるような振り付け？どこらへん？くじゃろ、判明させたい。一番最後の方ですか？こういうところかな。どこやろ。もしそこだとしたら、これはあの葉っぱです。リーフを表してますね。どこやろ。基本なんかいろんなとこで葉っぱか天秤が結構表されてるかも、この曲は。そう、ガシガシして横移動みたいなやつシュールで好き。え、ほんまに伝わらんけど、かろうじてここかなって思ったのは2サビですかね。ちょ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 これも天秤。え、解説したい。なんかさ、振り解説みたいなのあんましてない気がする。サビは解説しましょう。まず。でもあんま解説、あ、目が見えん。近寄らんと。愛の重さ初めて分かった。あれ、ここは、こう持ち上げる。重いものを。心、あ、心をね、あ、で、しびれさせてる。しびれるくらい、ちゃん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 。なんか、まるで世界家族ような重さ。で、ここは次は舞ちゃんを持ち上げる。って感じです。舞ちゃんにみんな手を出して。君の気持ち何と比べてみれば。で、天秤。いいのだろう。無責任に。愛した頃は彼がある。と。仕上げ。あんまり解説されたくなかった。あの最後のポーズ、持ち上げてたは持ち上げとる。で、あ、解説ポイントある。1サビとかのはここまでとか、ちゃんと持ち上がりきってないんですけど、最後ら辺は持ち上がっとる。で、ビューンみたいな。そう。持ち上げ系が多いですね。そう、これは花じゃない。え、なんかさ、みんなリリースのたんびに写真会とかでこの曲のポーズはみたいな聞かれるんですけど、何しようかな。毎回ね、悩むんですよ。今のうちに決めとこう。私的にこの持ち上げるポーズか天秤かリーフ
天秤はないかな、なんかあんま可愛くないねポーズにしたら。これかリーフにしようの2本立てでお送りします。私のポーズは。でもみんなで MV の時とかに集合して集合写真で撮ったのはこれですね、持ち上げポーズ。でもコメント欄ではリーフ人気が高いですねそう、全然お任せします。何でも何でもいい、ポーズは撮れたら何でもいいですからねリーフかわいいよな。自分自身殴らぬ顔分かっているのだろうか。リリーベ楽しみ。6月12日が広島で、あと私はラゾーナ川崎も行かせてもらいます。いつだっけ、ラゾーナ川崎は6月16日ですね、日曜日。なんかすぐじゃん、12に広島でやって16、4日後に川崎。え、もっとどっかいろんなとこ行きたいけどね。なんか昔大好きな人かなの時にリリーベで、え、大好きな人が忘れたけど、トロちゃんと2人で仙台行ったんですよ。なんかそういうさ2人だけのリリーベとかもやりたい。リリーベ？なんか握手会みたいな。そう、握手会となんか CD 屋さん巡りみたいな、挨拶巡りみたいなしたんですよね。そう、謎に福岡担当だったよね。そう、あ、風を待つか、トロちゃんと言ったな。そうじゃそうじゃそうじゃそう。でそれで私結構福岡に行くことがめっちゃ多くて、福岡担当だったの、コウコちゃんと。え、懐かしいもんねあ、そうそう、ラジオとか出させてもらったり。懐かしいです。でめっちゃ覚えとる、福岡で鯛茶漬けを食べたんですよ、有名なお店みたいな、がめっちゃ美味しかった覚える。あ、それが大好きな人や。なんか衣装着て回るけんさ、思い出した、大好きな人の衣装着て鯛茶漬け食べたなと思って。そう、懐かしい。鯛茶漬けってうまーですよね。うまうま。なんかさ、お肉も大好きなんやけどさ、なんかやっぱ年を重ねるというか、まあ、そんな重ねてないんですけど、日にちを重ねるごとに魚を好きになってますね。そう、だって1ヶ月前よりもお刺身を好きになってると思うし、半年前よりももっともっとお刺身を好きになってると思う。お刺身というか、なんか魚料理全般。じゃあし、今日のさ、テレビ派の放送されたのでもお魚料理屋さんに行ってるんですけど、なんか最近テレビ派のロケで美味しいお魚をね
食べる機会が多くて、魚うまーってなります。美味しいお肉料理食べたらお肉うまーってなるんですけど、本当毎回おいしそう。え、マジで毎回おいしいよ。マジでおいしい。本当に全部おすすめ。今回のね、今日行ったところね、マジでおいしい。全部おいしいのに、めっちゃね、めっちゃちゃんとしたコース料理なのに、お値段がね、なんか、え、安ってなった覚えがあるので、おすすめです。ランチとかだったら、めっちゃ、さらになおさら安いと。今日は2800円くらいだったような、え、そう、なんかそのぐらいのお値段で、めっちゃちゃんとしためっちゃすごいめちゃくちゃ美味しいお料理を、めっちゃね、店内もすっごい高級感漂ってるんですよ。で、めっちゃすごいコース料理をこのお値段で、わーみたいな感じめっちゃ家族で行きたいと思いました。個室もあってから、今日の離れん歌はこれですね。愛の重さが離れない。皆さん TikTok 見た？うん、いい伸びですね。10、11、12、いい伸びですね。長時間配信嬉しいです。のんびりのんびりのんびり配信。鬼鬼のんびり配信です。伸び確認リアル。そう、なんか私の伸び方の確認は、なんか1時間でどんぐらい伸びたかを見るのと、私結構夜更かしで2時3時まで起きとるけ、そんぐらいになって5000再生いっとるかどうかを確認しますね。あとこんぐらいの時間、12時前とかだと、なんか今だったら9時に載せたけん3時間だいたい経っとるじゃん。ん？ 10、11、12、そ、もうすぐ12時やけん3時間経っとるけ、3時間で3000より上だったらいいなっていう感じ。いや、3000より上、で、2時とか3時までよりも、あ、2時とか3時になるまでに5000いっとったらイエイって感じ。5000以上いってって感じ。な雰囲気で見てますね。
嬉しい、声と喋り方癒されるわいわい、うん、ありがとうございます。じゃあそろそろランキングのお礼をしたいと思います。20位ヌルディンさん、19位アクアミネラリさん、18位おいでます元気さん、17位のマハゲさん、16位つりけんさん、15位タカボンさん、14位玉三郎さん、13位キョンシーさん、12位マー君さん、11位フークロさん、10位アッキーザラ大好きマンさん、9位20世紀ともちゃんさん、8位ブルーさん、7位ポンタさん、ラッキーセブン、6位台湾のコウさん、6位ムムさん、今は完全に間違えましたね2人連続6位にしちゃった、5位なのに。5位ムムさん、最近ちょくちょくこのミスをする。4位テリーピーさん、3位グリオティーヌさん、スリースリー、2位東京のスワンさん、ツーツー、そしてそして第1位はぴょん、よいちさん、イエーイ、ありがとうございます、感謝のきよみです、イエーイ、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます、配信ありがとう、こちらこそありがとうございました、感謝、ありがとうございます。皆さんお話し会、アルバムのねお話し会、リアルもオンラインもぜひお待ちしております、待ってまーすスクショタイムしよう、しまい、さようなら、バイバイ、おやすみ、さようなら、さようならね、バイバイ。明日で5月が終わるらしいよ。